言わずと知れた名古屋のキングオブホテル。番組最後は名古屋市審査会にあるデザインホテル WZIP クラブをご紹介します。51室、全室がスイートルーム。優雅で落ち着ける部屋や可愛いおしゃれな部屋が用意された贅を尽くしたホテルです。低価格で客室アメニティも充実。また食事も名店の味を楽しめるなど、リピーターには大人気です。新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もですね、このジップホテルから始まりましたね、はい、2024年ですよ、はい、さあ、そしてですね、この2024年度一発目のお部屋紹介はどんな紹介が。そうですね、はい、ちょうど去年の本当に2週間ぐらい前にですね、リニューアルオープンしたばかりの最近お部屋をちょっとご紹介したくて、ヤクシーさんとレイラちゃんに。なんか俺たちのそのリアクションが欲しいんだから。そうです。なんかすごいらしいよ。もうね、で5階行きましょうか、はい、早速5階行ってみましょう、はい、さあ、それでは5階に着きました。おお、開けちょっとやってくれよ。ピンクになったってこと？そうです。すごい、めちゃめちゃピンク。はあ、こういう LED のピンクゾーン、ね、インスタ映えですね、はい、ピンクゾーン。あ、ピンクゾーン、はい、すごいピンクゾーン。さあ、それでは何号室に。これでじゃあ今日は503号室ですね。503、あ、このエリアだけピンクゾーンなんだね。そうです。すごいですね、はい、それでは503入ってみましょうか。ね、廊下もピンク、中どうなってるんですかね。あー、なるほどな、そういうことか。よいしょ。中もピンクというね、ピンクすごいですね。なるほど。これ なんでこのピンクゾーンがこう、ま、選ばれたんですか。今回ですね、うん、ま、どちらかというとこのジップクラブって大人っぽい感じのこう客室が多いんですけど、もうここにこの斬新なこうちょっとヤクシーさんの時代だとこう彷彿するような再生な感じでですね、ほんとこうまた現代風のちょっとまた昔のこうってこうピンクのイメージで結構あると思うんですけど、それをこう現代風にした感じのやってみた、はい、今回のテーマがですね、ピンクサンセットという。ピンクサンセット、はい。で、吉田さん後ろにあの可愛いですね、フラミンゴ。フラミンゴ、はい、他の部屋にこうクマさんだったりとか、あ、いろいろあるんだ。今部屋ごとに、そうですね、いろいろ。今回はフラミンゴが、はい、ここは唇がハートになってるのがありますかね。さあ、ね、このピンクの部屋紹介しましたけどね、はい、もうその窓もなんか、そうですね、ヤクシさん今までのあのお部屋の窓ってこう押し、あ、そうです、そうです、そうです、こういうタイプなんですけど、今回あの初のこうスライド式の、引き戸にわざわざした。そうです、はい、引き戸にして、やっぱ換気がもっとこう空気の入れ替えっていうのがこうもっとあの循環できるように。そうですね、はい、ちょっとじゃあそれでお風呂の方、そうですね、どんな感じかね、行きましょうか。お風呂を見てください。あら、すごい、ゾーンになってまして、そして、あ、やっぱりサウナがついてんだ。そうですね、2人用のサウナが、こういうなんか今までにないガラスにしたんだね。そうですね、あ、ヤクシーさんよく気づいてくれましたね。あのすりガラスとかそういう、うん、ね、あのそうですね、木の扉とかではなくて、ね、木だったら中見えないじゃん。そうですね、うん、でライトもこうラインライトでこうテープライトでピンク色、うん、そうずっとね、綺麗、こう LED でやってみて。そうですね、はい、ヤクシーさん、あと、そこの洗面のですね、うん、一番左っかに扉があるんですけど、そこを開けていただいてよろしいですか。あら、あ、製氷機。そうですね、このメーカー一緒です。今回あの一緒の、全く一緒のものがあります。お部屋に全室に製氷機をこう設置させていただいておりまして、
もう薬師さんが好きなお酒もキンキンに冷えた状態で出せるの。そうです。でもう自由に使えるので水風呂にする時も水風呂にそうなあ氷入れたりね。そうなんですよ。ああ銭湯で今日は今までなかったんだ。ないですね。多分ホテルどこにも多分ないと思うんで業界初だと思うんですけど。高いよ。めちゃくちゃ高いです。高い、はい、ここに入れるような価格じゃないですよ ね, ね, ねこのリアルしたこの部屋の今回の合言葉、はい、いきましょうか。はい、今週の合言葉は、はい、ピンクサンセットリニューアルでお願いします。はい、そこで今週の合言葉、はい、え、なんだっけもうないんですか。ないか。そんなわからんでもごめんなさい、ついつい昔に戻ってしまったピンクサンセットリニューアルです。わかりました。今週の合言葉ピンクサンセットリニューアルということでね、はい、ご利用いただきますと今までと同じ、サービスがあります。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。